さあ始まりました。アメリカのネブラスカ州から2人の暇人によりお届けしております。メインパーソナリティのコウスケとシゲさんです。このドロシーリンチというポッドキャストではアメリカ在住の留学生が映画や音楽、趣味のことなどをアメリカのカルチャーを交えつつ好き勝手に喋るだけのドレッシングです。お願いします。お願いします。最終うさかったな、no. いつも同じ設定なのに新しい機材を導入しました。うーん、いいでしょう。あと知らん、何が変わるんか分からん。うん、まあそのまあ俺ら撮ってる時のそのちっちゃいノイズが消えて、うん、すごい音がクリアになりました。ほうほう、これがずっとやりたくて、だいぶこれで結構形になったというか、作りたいものはできた。いいじゃないですか。とりあえずまあ次その引っ越したら、まあ一応引っ越すっていう話してて、引っ越したらそのもうちょっとこの映像というかこの YouTube を見てる人はこの俺の顔がずっと映ってると思うんだけど、うん、これをもうちょっといろいろやっていこうかなって思ってて、うん、まあ一応だからプランで言うと、しげさんと俺が隣に並んで、ほで、うん、と動画回して、うん、しげさんのところを消すっていう作業をしてあげようかなと思ってて。消せるの？そんな技術あるもん。まあうん、ちょうどだからそのだからしげさんが俺の方に無駄にあの手伸ばしてきたりとかあの肩伸ばしたりとかすると変なところから手が出てきたりするけど、なるほど、うん、そこだけ綺麗に消してっていうのをちょっとやろうかなって思ってて。鼻から入らんでいいやん。うん、鼻から入らんでいいやん。いやまあね、まあでも消すぐらいやったら。でもどっちみちそのあれマイクはそのだからこれをちょっと皆さんに聞きたくて、マイクをアームでね、あのモニターじゃねえ、マイクアームっていうやつで伸ばして、うん、で後ろにちょっとなんか色のライトをちょっと設置して、うん、まあ、なんかおしゃれにしようかなって思っててでしげさんの方のマイクをなんかの人形か、うん、そのしげさんが喋ってるよっていうのをなんか表したいっていうのを言ってたじゃん前、うん、なんか動かしたいのね。できれば動かしたい、うん、最悪まあ動かさなくてもいいけど、でもなんか動かしたいなと思ってて、まあ、それで言うと何出てたっけね前、まあ、俺が持ってるそのカッパの人形があるから。あ、カッパやったっけ。カッパカッパ、カッパの人形を置いて、うん、その目の前にマイクを置くっていうのがまあ一つあって。いや、そんでいいやもん。いや、なんか動かしたいな。できたやもん。動かしたいなと思ってしげさんが言ってたのはあのなんか前に白い幕垂らして後ろから思いっきりごっつい光当たって、うん、で、あの影だけ出せばっていうの言ってたじゃん、うん、だからそれもいいかなとか。いや、先生どうお前だけ映しとったらええねん。なんで？お前だけ映しとったらええねん。まあまあまあ、だからどうしようかなと思って、うん、まあ、だから次とりあえず引っ越したらそこら辺ももういろいろやっていこうかなって思います、うん、はい。ちょっと最近まあこれはどういいことでもあり悪いことでもあることが一個あって、うん、ずっと俺その高校っていうか昔からそうなんだけど、うん、あんまご飯食っても体重が増えない体質で、うん、だからまあその分動いてたからっていうのもあったかもしれないけど、中高に関しては、うん、もう本当に増えなくて今60ないぐらい、平均57キロぐらいなの、うん、前後で、うん、でアメリカ来てからももう全く動いてなくて、うん、最近測ったら60ありました、うん、でだから体重が増えてるんですよ、うん、別に運動もしてないし、うん、空量も別にそんな増えてないけど、うん、だから体重増えてることは嬉しいのよ。年やろ。ただ間違いなくダメな太り方をしてるんやそうなんかな、うん、うん、まあね、食生活がひどいからっていうのでも多分。でも3食ちゃんと食べるよな。そうかな。そんなことない、うん、朝起きたらでも朝食べて昼食べて夜食べるやん。朝だって昼だもん。まあまあまあ、うん、だから、うん、しかも別にその毎回ちゃんとした食べ物食べてないし別に、うん、っていうので多分変な太り方をしてるんで、ちょっとね、ちゃんと太りたいなと思ってちゃんと体重を増やしたいなと思って頑張ってください、はい、まあそんなことはどうでもよくて、まあ今日ちょっと一つ出来事があったっていうのもあって、もう最近もなんかイライラすることが多くて、うん、今日はあのネットが繋がんなくなったじゃないですか、うん、あれがもうごついイライラしてなんか難しく考えすぎてたんじゃない？無理やったらもう無理で変えたらええやんってなんねん俺は、うん、いやだから俺もだって別に変えて治るかが分かんなかったから、まあね、うん、っていうのもあって、そのなんか今日よくあるんだよね、そのネットが繋がらなくなるっていう現象が、うんうん、
あって、まあ地域一帯ちょっと一時的にあの繋がらなくなるっていうのがあったりとか で今回もそうなのかなっていうのを思ってたら全く違って、うん、なんか俺らの家だけでみたいな。でなんかカスタマーセンター電話して、結局これ2時間ぐらい俺電話してたよ。うん、してたな。うん、2時間ぐらい電話してでそれそのなんかカスタマーセンターで、サービスを受けるのに金を払わなきゃいけないっていうので、うん、お金払って、意味が分からんよな。うん、で結局そのいろいろやって、うん、結局多分それは本体側が問題ですよっていうふうに言われて、うん、じゃあその今その保証があるんで、その代わりのものっていうか、まあこっちから送るんでっていうの言われたけど、うん、もうファイナルも近くなってきてるし 2,3 日かかるっていうふうに言われたから、うん、その間多分 Wi-Fi なの死んじゃうなと思ったから。無理無理でしょ、1日でもなかった無理でしょ。だからもういいやと思って、でそのなんかね送料もかかるみたいな、うん、そっち負担ですよみたいな、じゃあもう新しいの買った方が早いやと思って新しいの買いに行って、繋がったね。あ？繋がったね。繋がったけど。うん。よかったよ。いやもうだって今日ほぼ1日使ったじゃん。マジで。まあ半日やな。いろいろやりたかったのに。それでもうだからそれもそうだし、パソコンが重たくて、うん、でその動画の編集も。何キロぐらいの？8キロぐらいかな。そんなやな。いや本当に重たくて動きが。でも全然動画の編集、まあインターンシップはその。仕事の動画の編集があって、それが全然いかなくてイライラしてる時に、なんかその IRS っていうアメリカの、あれは何になるんだ、税務署みたいなところから手紙が来て、なんかタックス払ってないですよみたいな、払ったんだよね、払ったんだけどなんかまた来て、で追加でなんか払って、でそれでなんか全然電話も繋がんないしっていうので、めっちゃなんか最近イライラすることあって、もうしんどいっす最近ずっとリビングで寝てるよね。寝てないよ。え？寝てないよ、まあ、そっか、そうね。いや寝てる、ね、いやなんでなん、いや寝てるで。昨日もちゃんと寝たし、昨日はね、一昨日も寝たんちゃう。寝たんちゃう、覚えてないよな。まあそうなんだよね、ずっとあのリビングで、まあね、寝た一昨日だ、昨日のあれよ。土曜日は1日行動しようと思ったから、うん、ちゃんと寝た。はい。で昨日は帰ってきて寝たやろ。そうね、うん、寝てるよ。先週はだってずっとリビングで寝てなかった、そのいわゆるその月曜から金曜ぐらい、うん、寝てたよね、うん、すごいやん。4日連チャンでヨギボーで寝たな、うん、すごいじゃん。でね、あのヨギボーで寝てもゼロなのよ睡眠時間うん、確かに。あそこで寝てもなんか、でももうベッドで寝るよりいいかもな。いやいや、肩痛いとか暑いとかさ、うん、すごい言ってるよ。暑いね、あれ。であそこで8時間ぐらい寝たとしても、すぐベッド行ったらまたすぐ寝れるじゃん。すぐ寝れんね。8時間な。あそこでゼロなんよ、あそこで寝たって。ほんまに。だからまあ、布団で寝るようにしてください。はい、では、まあ、今日のちょっと本題に移ろうかなって思うんですけど、うん、まあ、前回若干俺があの関西弁をディスった、いじったっていうのが、ディスってないな、いじったっていうのがあったじゃないですか。ディスんなよ。いや。いじってんか。じゃあいじりましたよ。おい、はい。じゃあ怒られたらいいね。いじったっていうのもあって。うん、まあ日本ではまあ一応いろいろ方言があったりして、うん、じゃあ海外はどうなんだっていうので、まあ英語に関してもまあその国によって違ったりするじゃないですか。まあね。まあアメリカとイギリス違って、うん、でオーストラリアとかあっちの方も違ってっていうのもあって、うん、だからまあそんなような感じで、まあとりあえず最初になんか軽くその日本の、まあ俺が北海道出身で、うん、しげさんがまあ神戸か、うん、だからまあ関西弁と北海道弁、北海道弁の方がなんか変なのが多分あると思うから、うん、関西弁そんなおかしいことはないけどなそうかな標準語やろ。いやそれは違うけどだからそこら辺を軽く比較しつつ、うん、そのまあアメリカ内でもまあちょっといろいろあったりとかする。そんな知らんで。いやまあね、でもまあ一応ないことはないじゃん。知ってる一つ二つぐらいいやそんな知らんやんけ。一つ二つぐらいそれで喋れるっていうのもあるんで、うん、まあ軽く言っていこうかなと思って、まあ、はい、だから関西弁でこそ、それこそ俺だって分かんないのたくさんあったもん。モータープールとかなんなんてなるもん。なんかこう言ったら関西の人間がここ言ったらそんな多くないやん、うん、そうね、うん、だからそのなんかこの関西弁ではこういう例みたいなのをネットで調べて、うん、これが関西以外の人間は分からへんみたいなの調べて、うん、モータープールとか出てきたね、うん、そういや、うん、あとか、カットシャツじゃなくて、あのワイシャツ、カッターね、カッターシャツ、うんうん、言わんしあんな、うん、とか
まあ、語尾が変になってるとかは全然あるけど。変ってないね変やないから全然あとなんだろうな、パッと言われると、今日、うん、ムークと車乗ってた時に、うん、なんか行きしなにこうパッてベンツが見えたんよ、うん、でそれがまあ言ったら日本人が乗ってるって言って、うん、言ってて、うん、で俺が一言ってんなって言って、あならなんかヘラヘラしながら、うん、一びってるってなんすかって言われて確かにもうなんか慣れてるってのもあるからな俺、うんうん、確かに、あ関西弁なんやってなった。そうね、一でなんて説明すればいいんやろうと思って、一びってるって生きってる、ってるでもなんかちょっとちゃうのよな、ニュアンス。一び調子こいてる、生きってる、うん、生意気、うん、なんかそんなんが全てギュッとされたんが一びってるなよ、ギュッとすなよどんな時でも使えるみたいな、うん、それこそ今言った生きしなって言ってたじゃん。生きしな、うん、うん、俺使わんよ。生きしなって言わへんの。生きしな、帰りしな、生き、うん、どっか生きしなって。いや俺はその意味としては全然わかるけど、うん、多分方言じゃないのかな、わかんない。ほななんて言うん。生きしな、うん、よく西日本各地で方言として説明されてる一方。ほななんて言うん、普通に片道というか、生きは生き生き生き帰り言っちゃうわな。生きようときってなんていうの、生きしなやろ。なんつったあれこれなんつった。生きようときってどこどこに生きしな、行ってるとき、道中ってことやね。だからそうね、どこどこに行く道中に行ってるとき、帰ってるとき。そんなめんどくさいこと言うの。俺ちょっとつこもんもマジで、生きしな帰りしななんて。いや行ってる時とも言うで、うん、帰ってる時とも言うけど、行きしなとかも帰りしな、なんとか。えでもしなって、うん、行きしな帰りしなしか言わんかも。何々しな、今思ったけどそうかもね。一応京都の方言みたいな、なんかでもいろいろ書かれてるわ。そうなんや、うん、でも一応関東では通じないみたいな、言わんのやっていう風に一応書かれてる。へえ。うん、それも言わんし。サラね。サラ、サラシ、サラピン、サラ。サラ？サラ？サラ。サラ。うん。言わん。なんていうの？新品。ピン言うてるやん。いやいや、サラピン。そっちの方や。あ、そっか。うん、メインは。とか、ベベ。ベベな？直す。直す。直す分からん。人多いよね。そうかね、そうかもね。なんか片付けるとね。うん、まあそんなのどうでもええねん。もう関西弁なんかみんなもうこすりまくっとうからやいろんな人が。北海道弁は何？前言ったのはまあおささるよね。ああ言うとったな。他は、うん、おささる。あとこれはでもどんな時に使うのかがあんま分かんないけど、うん、すっごい最初の方、さあさあうっさいなって言ってたよね。さあさあバリうっさいね、なんとかでさあ、それでさあバリュね。でも友達も結構言ってた、それ。その関東行って大学行ってるとかした時にずっとさあさあ、なんなんそれみたいな、なんとかでさあ、なんとかでさあ、そうさあ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 めっちゃ言うやん。うん、言うん、最近言わんくなったけど、かもね、確かに、うん、なんかでも不意に出る時あんで、なんとかだしさあみたいな。まあ、そこさあつけるんやみたいな、ねが北海道だからね、そりゃさあさあ、そうね。だ語尾で変わるとしたらさあか、あとべかな。たまに言うな、べあれだべとか、なんとかだべ黙るよってなる、なんとかだべっていうな。まあでもこの辺、まあ、さあは多分上の方かもしれないけど、だべとか言うね。べに関してはまあ東北の人たちはまあ関東の人間も言うやん、だべって。なんか言うね、黙るよ。 あれだから何が正しいのか分かんない。そうなんや、どこの方言というか、うん、なんなんあれ分からん。なんなん分からん、うん、千葉とかだってあっちの人たちもなんかね、ダメっていうな、言うよね。だからどこがあれなのかが分からない。どっか、あとまあ、なまらね、うん、まあ有名だね。あとザンギ、ザンギ、ザンギ何の違いがあるんだっけ。なんか怒られろ。ザンギ何の違いがあるんだっけ。なんか醤油ベースがザンギで、うん、でなんか何だっけ、忘れた。から揚げだから、そう、ザンギの方が醤油ベースなんだよね。って言ってたよね。知らない、前いた人は、うん、家によるっていう知らない。ザンギから揚げのことなんだね、うん、とか、あとゴミステーションとかも言わないもんね。ゴミステーションでも分かるよ。
ああ、まあでもで普通にゴミステーションって書いてるやん、ゴミステーションに書いてる、書いてるやろゴミステーションって。うん、ゴミ捨て場とかじゃなくて、うん、なんかゴミステーションって書いてるところあるくない。あ、そう、うん、一応それ言ったらゴミを投げるとかね、うん、掘るってことね、うん、そう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 、掘るもでもあれだけどね、うん捨てるってこと、うん、捨てる、うん、とかあとは、あれだ、手袋を履く、それほんま意味わからん、うん、手袋は履くもんな、つけろよ、違う違う、履くの手なんよ、うん、足ではないよ。じゃあ靴下は履く、手袋はつける、履くんよ、履くな手袋履くは足やねん、手袋履くんよ、残念ながら履くな、前足として捉えてるもん北海道の人は。あ、なのかな、なのかな、そうなのかもしれないそう、手袋も履く、うん、まあでもそんなもんかな、メインで、うん、あの100個いとか、100個い100個いとか、縛れるとかね、縛れるは関西、北海道、あれ北海道だったっけ、やろ多分、分かんない、俺どっちかっていうあんま使わん俺、縛れるは。でも言うよね、縛れるって。多分。あれ言わんのかな、言わんない。俺が理解してるだけで、もう全然。うん、まあ、しゃっこい、ひゃっこいもほぼ同じような、その冷たいっていう意味で。あとあれだね、ぼっこ。ああ、出た。下ネタね。違う、やめなさい。やめなさい、やめなさい。ちゃんとやめなさい。下ネタの。あの木の棒のこととかを。あ、あとあれあるじゃん、バクリッコ。出た。バクリッコ。バクリッコ。意味のわからん。だからバクリッコ会みたいな。変な遊びやろ。違う。物を交換のことを。バクリッコしようって言ったりとかぐらいですかね。でも北海道弁で言うと、ああしたっけ、ああしたっけな、したっけ、したっけ。でも北海道でも、うん、その、ま、広いやんか。そうね、その地方とかによっては変わってくるの。一応ね、なんか函館の方でまた使われてるのが違ったりとか、うん、とかあとよく使う単、まあ俺がでもその親が北海道出身じゃないから、あだからっていうのはあるけど、北海道の方の人たちは結構なんかよく使うような方言があったり、うん、なんかまた違ったりはするらしいけど。なるほど。俺もだからそんな使わんもんだって。確かにな、うん、そんな言わんから俺も、俺も俺も、うん、ええ俺も俺も、ええ、怖い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 、ゴリゴリゴリよ、何がゴリのゴリよ、あなたに関しては。直さんでもええやん別に。いや俺も別に直そうと思って直してない、ちょっとずつ。だからあのさ、標準語ベースの方言っていいよな。あ、名古屋とか、うん、そうやな、あ名古屋とか知らんけど、うん、もう関西弁ってイントネーションから全部ちゃうやんか。そう、もうベースが関西弁やん。でそこでそっからの岡山、うん、まあ岡山はあれ岡山弁とか大阪弁とか京都弁とか神戸弁とか、うんうんが発生してくるけど、うん、関東圏とか、うん、北海道とか、あとはね九州、九州はでもまあまあきつくない、あの方言やねんけど、うん、ベースは関東弁なんよ。例えばもののイントネーション、うん、関西弁じゃないんよ。あ、例えばメガネとかでも、うん、標準語ベースやねん、メガネね。そうなんよ。だから直しやすいねん、まあ、直すというか、うん、あれやねんけど、うん、だイントネーションは関東弁よりやねん、標準語よりなんよ、うん、博多弁とかあっちの方は好きだけどな、うん、俺好きとか今聞いてないねあっちの方は好きとか全然聞いてない、すんなり入ってくるけど聞いてないな今だからこの間おったあの九州の子も、うん、全然関東弁やったやろ。まあそうね、うんうん、たまに方言出とったけど、うんうん、喋るときは普通に標準語やったから。まあしげさんに喋ってるときっていうのはあるんじゃない。いや知らんけど、うんうん、でも標準語に近いでしょ。まあそう、九州とかは、うん、そうか。だから不思議よなあれって、なんで関西間抜かれてあれなんやろうと思わん、インドネシア。まあまあ確かに確かにそうね、うん、まあでもまあ九、まあそうか、九州島になるとすごいね。沖縄とかは結構、あもうあれはね、うん、もうベースがないもん。あとあれすごかったよね、あの前世目その卒業された先輩一人いたしょ。誰、あの仲良かった、ああ、うん、あの人は、関東の出身の方だけど、うん、あの人 の、 あのお母さんというかが両親がね、うん、があの島というか、うん、結構あのね南の島の方で一回聞いたじゃん、うん、電話した時アボリジニかなんかやったっけいやもうでも本当に日本語として理解ができなかったもんね。まあね、そうそうそう、あれすごかったよね、うん、っていうような感じで、まあ、うん、日本でもまあいろいろあるけど、うん、まあアメリカというか正確には英語か、うん、英語でも結構いろいろ違ったりするじゃん、うん、あれイギリス旅行行ったことある？ない
オーストラリアとかニュージーランドの方はない。どこ、シンガポールとかはまあ綺麗か。シンガポールは行ったことあるけど覚えてない英語一応でもそのブリティッシュイングリッシュって呼ばれてて、うん、その発音がちょっと違ったりとか、うん、単語自体も違ったりするじゃん、うん、そのなんそこなんか一文字抜けたりとかっていうのがあったりとかっていうのもあって、うん、ニュージーランドとかオーストラリアとかあっちの方も違ったりするわけじゃん、うん、でアメリカ内でも一応まあ 方言っていうのかな、うん、単よく使う単語があったり、うん、その地域によって違ったりするじゃないですか。全然全然というか違うね、うん、それでこそなんかそれはあれ本当ほんまなんて思ったけど、うん、あのニューオーリンズ旅行した時あったじゃん、うん、で俺がまだその時あの21じゃなかったから飲みに行けないっていうので、はい、シゲさんがちょっとだけ飲みに行ってたじゃん、うん、外に、うん、その時になんかバーに会った人と喋ってた時に、うん、そのどこ出身なのみたいなこと言われて、うん、ネブラスカだよっていうのをシゲさんが言ったっていうのにして、うん、そしたらなんかあのあ確かにそのなんか中西部の訛りあるねみたいなのを、あー言われた。めちゃめちゃあのね、ほんまなんて思うんだけど、そう思って俺もなんかニューオーリンズ、ニューオーリンズは南部やんか。そうね。でニューオーリンズ行った時に、うん、飲みに行って、うん、仲良くなった人がおってね、一、うん、人でその人と一緒にまた別の店行くかって言って、うん、でいろいろ喋っててんけど、うん、その人は、ミネアポリス出身やね、はいはいはい、なんか中西部なんや。そうだね。でこう喋ってると、でどこ出身なんつってネブラスカ、うん、まあ、出身というかどこ住んでんの、まあ、ネブラスカ住んでん、ネブラスカ住んでんねーってほんならなんかもうなんかネブラスカのなんかイントネーションやみたいな言われて、うん、ほんまかいやんみたいな。いや本当に酒飲んどっから言っとんじゃないかほんまかいやんわかるんかなみたいな。だでも一応あるのかね。だからそんで、うん、その人とずっと喋ってて、ほんならなんかもうなんかわっきなわからんなんかパンクロッカーみたいなやつが来て何中西部って言った今みたいな言われて、でその人おんみたいな言ったら、俺も中西部やねみたいな、どこなんみたいな、デトロイトみたいな、デロトロイトって中西部やったっけそっか一応中西部、中西部そっか、うん、あのねその一括りで中西部って言うけど、うん、もう遠すぎて、そうね、もう何の統一感もないし、サウスダコタ仲間意識もないそうね、そっちの方はね、ほんまにシカゴとかも別にそんなね、そうだから、うん、だからその別の町で南部とか、うん、なんかほんま東部とか、 なんか西の方でなんかねそういう分にはなんかある親近感湧くんやろうかな、うん、そのねはそのなんだ喋り方でね、そのネブその中西部 の方言見てっていうというか訛りあるねみたいな、ね、方言の訛りというかなんかそういう喋り方やなみたいなってなんか言ってたよねって言われると、じゃあ 何がなんて言われてもね、うんなんやろうな。だから多分もうニューオリンズが訛りすごすぎたんじゃない、うん、南部はすごいやん、うん、そうね、うん、だそれでこそネブラスカでその 何個かその前一回調べた時にネブラスカの、うん、方言というか、うん、そんなので調べて友達に見せたりとかして、うん、これ知らんなこれ知らんなこれ知らんなみたいな感じで結構みんな知らなかった子が多くて、ネブラスカの子ですら、ネブラスカの子ですら別に使わんなとか、うん、知ってるけど別に使わんなとかっていうのが多かったりとかして、でも一個だけ俺もまあそれをおおと思ったのがあって、うん、ポップって言うじゃないですか。ポップめっちゃ言うね。ね、それはでも中西部っていう風に一応言ってて、ポップはね、うん、ネブラスカというよりか中西部、うんうん、炭酸水全般、炭酸水というか炭酸飲料だねのことを全般的にポップ、ポップっていうね、っていうね。で普通はなんていうの、ソーダっていうか、ソーダかな、ソーダとか、うん、南部とか行けばコーラで、そうね、全体をコークそうらしい、コークやったっけ、コーク、うんうん、で通じるらしいね、ね、変そうこっち来て一番最初なんか先生がなんかポップみたいな、うん、って言ってた、な何ポップって何やろうなって思って、うん、そんなソーダのことやでみたいな、ええー、って思ったけどな。ポップはしょっちゅう使うようにしてる、なんかいやポップはしょっちゅう使うね、実際ね実際使う、ね、楽だしね、うん、うんっていうのも、まあね、まあ中西部はそんな感じのがあって、うん、で南部ってあれは方言になるのかね、結構その黒人の方多いじゃん、うん、南部はね、だからその、あの黒人の独特な喋り方というか、うん、あれがあって、まあ聞き、まあ、俺がもうそもそもあんまりその聞き慣れてないというか聞きづらいから、うん、あれだけど、あれは一応方言になるのかね、なんでも ああいう喋り方というか、でもこっちの黒人でもああいう喋り方やん、黒人英語ってあるやん、そうね、あの喋り方、うんうん、俺ほんまに聞き取れへんのよ、聞き取れない、いや俺も俺本当にほんまに難しい、うーん
まに。で多分その特にそのインターナショナルに多分慣れてないっていうのもあるから、もう言い回しから何からもう全然分かんなくて俺。だからそのインターナショナルとか英語圏、ちょっと英語が苦手な人に対して喋り慣れてる人はちゃんと喋ってくれるよ。ちゃんとというか、まあ、ゆっくり分かりやすいように喋ってくれるけど、あのこっちの学生でも多いけど、まあ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 、まあ、あの本気出されたらすごいよね、ちょっとついていかれへんようになるから、ね、ほんまに、うん、いやでも俺前一回会った、その BSA ブラックスチューデントアソシエーションっていう、ユニキに団体があって、まあ、黒人系の子が入ってる団体なんだけど、そこのプレジデント一番上の子と会って一回話したことがあったんだけど、もうむっちゃ綺麗な英語だった。あのね、でももうびっくりした。これ言ったらなんかこう誤解があるように思われるかもしれんけど、なんていう生まれとか、その学歴に結構よる。いやだともう本当ちゃんとまあなんていうんだろう、ちゃんと教育を環境とか受けたというか、そう、あのほんまに頭良くて、ちゃんと教育受けた人は、あのちゃんとした喋り方をする。分かりやすいね。俺らからすると分かりやすい喋り方をしてくれる。本当に。けど、まあ、ここの学生でもまあいろんな黒人おるけど、あのいわゆるあのスポーツやってる、そうね、結構アスリートが多いもんね、ここ、はもうほんまに分かんない何みたいな何何回も聞いてるけど同じ感じで言われるから、そう、うん、分からん、むずいわ、だから、その、だからそのプレジの子もだから 俺の名前難しいらしくて、やっぱアメリカ人からすると、そうコースケって、コースキーとか、クースケーとか、そんなような感じでもうすっごい難しいんだけど、その人マジで一発で覚えてくれた。もうだからすごっと思って、さすがの プレジデントだなっていうかだなと思って、そうなん、だからあれはやっぱだから方言というかああいうのになるのかね。そうなんかな、でもっていう感じなのかな、やっぱり、あるんじゃない、あんまりだからその、ニューオーリンズ行った時いわゆるその方言だなって感じたことはあんまなかったけど、だからそれこそテキサス、テキサスね、に一人で、一人、そうか、あれ何年、2年ぐらい前か、に旅行行った時にガイドの人がいて、その船に乗って、そのちょっと回るみたいなツアーみたいなのがあって、それに行った時にそのツアー、その船に乗ってたツアーの人が、ね、おじいちゃんぐらいの代からもテキサス出身 で、はあ、でその人ももうね60ぐらいの おじいちゃんだったの。もうテキサスレンジャーやん。そうっていうのもあってもうすごかったもう本気のテキサスだ。なんて言ってツアーでやめてツアーでやめてってなった。本当にでもあれアメリカ人は多分分かるんやろね、一応は。みんなだって普通にもうそうやろうな、してたから、だからあこれがテキサスなまりなんだなってみんなは多分思ってるけど、いやいやもうやめてっていや独特よな、なまり、そうイントネーション、なんか喋り方よな、あれもう説明ができない。なんていう、なんかロレロレロレみたいな、別になんかそのむちゃくちゃだからその、ブリティッシュイングリッシュみたく、なんかすごいこう速くてつながってるような感じかって言われると別にそんな感じもないんだけど、もうあれは難しかったガイドではやめてほしいなと思ったし、あれやんな、俳優でおるやん、マシューマコの日か、あれもテキサス出身やんか、でもまあその なんだろう、いわゆるその映画で出てる時っていうのは多分直してるよね、でもそのテキサス出身っぽい役とかしてる時はめちゃめちゃそのテキサスの喋り方してるよ。そうね、まあだから俺らこれさ本当に何のどこの方言なのかがちゃんと明確にしたいんだけど、前多分それこそニューオーリンズかどっか旅行してる時に、たまたまテレビつけてて、それでやってたディスカバリーチャンネルがやってて本当に何だろう、なんか森の奥というか、あれでも、テキサスなのかな、あれ多分テキサスじゃないんかな、かあれじゃない、なんか最近というか、よう見る、よく見るあのアパラチアンイングリッシュ、アパラチアンイングリッシュ、アメリカのアパラチア地方、アパラチア山脈、っていうところらへんの英語は、アメリカ人にも分からへんなし、へえ、どっちかなのかね、それかテキサスなのか分かんないけど、山、テキサスの奥の方やろ、多分奥の方なのかな、なんかその2人組の男の人が、なんかインタビューみたいなの答えてて、もう本当に何一つ分からんかった、ね、いやマジで冗談抜きに、え、英語なんってなったよね、ほんまに。あれは、あれはすごかったな同じアメリカでもあんなに違うんだと思って、いやすごいな、ね、だからまあこの今そのなんていうの、付き合ってる周りの人間、アメリカ人は、まあまだ比較的ちゃんと喋ってくれるな、
そうね、しげ、そうね、特にしげさんの、ま、周りというか、その昨日もその飲みに行った時に会った人も、うん、あいつちょっと分かりにくいやろ、ちょっとまあ早いっていうのもあるし、うんうん、だけどまあでもアレックスね、そう、まあでもまあ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 割と、てかそうだよ、ごめん、ちょっと話変わるけどさ、うん、アレックスで今ちょっと思い出したんだけどさ、うん、あの前一回靴のサイズの話してたじゃん、はあ、そのアレックスっていうその友達がいて、うん、背でかい友達がいて、靴めっちゃでかいんだよみたいな、うん、インチが判明しました。はい、何ぼでした？17インチでした。17インチ、はい、何センチですか？ 42.5 センチですやばない、本当に、いや、もう、な、もう一回行ってなるもん、えぐいな、うん、日本にいるのかね。ちょ、まだ、うん、あの靴からしか見たことないけど、うん、あの素足を見てみたいどういう構造になってるんか、ね、どこが長い、指が長いのか、うん、その指までが長いのか、どこが長いと思う？いやでも多分甲もめっちゃ熱くて、うん、って感じだろうね。なあ、だってもう多分普通の靴下も多分合わないだろうね。指がめっちゃ長かったらどうする？いやでも親指とかまあまあ15センチぐらいはそれでも半分じゃないのか。それでそっか、いや怖ない15センチはねえよいやでも足の指がワンチャンだから、俺らの人差し指とか手の指ぐらい長い可能性あるってことでしょ。うん、だと思うよ。こう、まあ、手もでかいし、うん、手普通にほんまにちゃんとグローブよりでかいからな、あの野球の、うん、だって俺らちゃんと手握られるじゃん、手合わせたら、うんうん怖かったまあだからそのアレックスとかその周りの友達もでかいし、ね、あ、もあれ何もあるやん、2メートルぐらいあるよな、そんなないか、でも190あるよな、うん、なんかそれで、うん、じゃれてくるから、うん、怖いねん確かに、そのでもカウンター座ってる時とかまだあれだけど、立ったらもう、うん、まあ、すごいもんそうね、だからまあでもそのしげさんの周りはまあ比較的分かりやすい、うん、そうね、英語を喋る人が多くて、俺の周りは分かりづらいよ、やろうな、分かりづらい、やっと慣れてきたってのあるけど、スペイン語なまりってでもいいよね。スペイン語なまりなのかな、あれって。違うん、いやまあでもそうよね、自分の周りはスペイン語なまりの英語にしたい、これいいよな。自分の周りはそのヒスパニック系の子が多いんで、うん、まあ、メキシコ出身の子もいますし、キューバ出身の子もいたりとかで、うん、もうね、難しい、うん、最近慣れてきたけど、うん、テンション上がるともう分かんないテンション、うん、いい、まあみんな早いから喋るの、そうな、その人種によってなまりが違うやん、そう、そうね、それもあるよな、うん、結構英語は、うんうん、でもそれでこそあのしげさんも知ってる友達いるじゃん、ファイナンスメジャーのうちのフラダンティーで、はいはいはい、いるじゃん、あいつとかめっちゃ綺麗な英語じゃん、まあ、頭いいからややっぱり、うん、あの子めっちゃ頭いいけど、頭がいいから、うん、あの子とかめっちゃ綺麗な英語喋ってくれるよ、うん、やっぱり違うなみんな特にキューバのやつとかもめっちゃ早いから、うんうん、だからそんなような感じで、まあ、具体的にじゃあどんな感じなのかって言われると、うん、俺らでも説明ができんから、どこの国の訛りが一番むずい？インド、わかるわ中東、わかるわ俺無理、苦手も、いや苦手ってこと、まあそのなんていう、ちゃんと喋ってくれればわかるけど、うんうん、結構苦手やな、うん、インドとかあの中東系、中東系、うん、の訛り、うん、難しい、結構いるじゃんプロフェッサーで、いや、おるおるおる、うん、ビジネス系もそうだし、あとコンピューターサイエンスとかはってなる、本当に全攻め取ってた先生が中東系のそれこそ先生で、もう何言ってるか分かんなくて、いや多いよな教授、多い、ね、俺だってベトナムなまりもおるし、ああ韓国なまりの先生もおったし、はいはい、あとそれこそインドの人もおるし、うんうん、まあでもそのなんだろう、第二言語でのその英語のなまりがあるっていうのはまあまあまあわかるけど、例えばオーストラリアとかって言ったら英語じゃん、うんうん、でもちょっと違ったりするじゃん、うん、っていうのもあって、ね、まあその、そうね、韓国なまりはもう慣れた、すごいな、もう一番分からん、もう慣れた、中国なまり韓国なまりは、うん、厳しい韓国はもうだいぶ慣れたかな、中国はでもちょっと難しかったりするけど、でなんかこう本気出してくるときあるやんかそれこそもうあのその人なりに、そうね、うん、いやもう気狂いそうなるなまださ、その英語が苦手な人が多いよね、うん、その中国系って、うん、こっちに住んでる人って、うん、だからその
ワードワードとかで言われる分には全然そのいいのよ。だからそのもうただただそれはあの注文取ってのやり取りとかやけど、あのむっちゃくちゃやのに本気出してくることあるやんか。あるね。ブワー喋ってくることあるやんか。むちゃくちゃやのに。もうついてきない。意味わからない。そうね。だからアジア系でもまああるか。そこら辺の違いは。どうなのな。そのアメリカ人からすると、うん、どこの訛りというか。ああ確かに。が一番聞き取りづらいんかな。日本語訛りもそれあるじゃないですか。そうね。まあ俺らはでもその日本人が喋ってる英語めっちゃ聞きやすいじゃん。聞きやすいというか気持ち悪いだな俺は。まあ他のそのアジア圏よりかは全然すんなり入ってきたりするけど、うん、まあわかるけど、うん、確かにそうね。アメリカ人からしたらどうなんだろうね。やっぱあの抑揚のつけ方がいろいろ国によって違う。そうね、うん、とかあの発音が違ったりとかするから、うん、I think it's OK it's OK これ韓国訛り。韓国訛り何これは。逆に中国、いやだから本当韓国訛りぐらいかな俺、うん、あなんかよくわかるのは、うんうん、1億円10って言われたもんね。そうだよ。それ話して終わるか最後。そうよ、うん、あれあれこそ本当来た年か、うん、来て1年ぐらいじゃない。そうだったっけ、うん、1年半年ぐらいで、うんうん、まあその韓国のエクスチェンジの子、うん、と仲良くなって、うん、なんかいろいろ喋ってて、うん、であのオマハ、うん、大きい年だね、行ったことあるかみたいな、うん、でオマハ10に行ったことあるか、うん、はってずっと言ってくるよ、ね、ずっと言ってくるね。10 10オマハ10オマハ10オマハ10って、はいはいはい、何を言ってるんやって。何なんそれ。ユダヤのことを言ってんだから。確かに10だもんね。そう、うん、オマハ10でもオマハ10やからオマハ10って何やって、うん、でずっと掘っていってんな、うん、な何それって、うんうん、俺なんかなんかおってなんかおってみたいな、うん、ずっと説明する、うん、よく聞いた動物園やと、うん、ズーや。それはそれはズーやなんよそれは。そうだからそれは分からん。だから韓国は、ツの発音がないんだっけ。タチツのツがないんだっけ。タチツんツないんかな、うん、ツとかだからズっていう発音がないんだよね。あ確かね、うん、だからキツツキとかっていう発音がキチュになるんだよね、うんうん、キチュチュキみたいな。そうっていうの流れでズーが、あズーもないんか、ジューになるんか、うん、そうだ、うん、だからス作業点点がないんじゃない。ザージーズーゼーゾ、あそれがないんだったっけ。ザーもない、ジャージージュージェジョになるんじゃ。あそういうことね、うん、そうそうそう、だからオマハズーがジューになる。ならんいやびっくりしたね。でもあれは確かにあれそうだよ。ああ確かにいいカルチャーショックだったね。あちょっとカルチャーショックでな、うん、退職するかと思った。ああすごい。すごいすごいすごい。まあっていうような感じで、うん、まあいろいろなところ、今度じゃあちょっと聞いてみます、アメリカ人の友達に。そうやな、聞いてみろ、うん、どこのその方言というかその英語が難しいっていうの、うん、そう。でも俺が聞いたとしても、うん、俺は発音うまいから、うん、どうした日本語なまりとは感じひんと思う、あいつら。どうやろうな、どうやろうな。ふとした時寝るんじゃない。でへんで発音だけな、褒められんの。まあちょっと今度そしたら聞いてみたいと思います。はい、はい、てな感じでそしたら終わりたいと思います今回は、うん、はい、てな感じで、まあ、今回は方言についてって感じですかね、うん、を話していきました。今後なんか話したいことあります？ちょっとまだ今後のあれをまだ決めてはないんですけど、まだ考えときます。そうね、そろそろまあちょっと映画やり音楽やりなんかドラマだったりとかなんかその辺も触れつつ、それこそヤングシェルドン最近見てたりするから。あれもテキサスなまりよね。あそっか、うん、おーとか、じゃあまあその辺についてもまあ今後ちょっと話していけたらなっていうふうに思います、うん、はい、てな感じで、今回のエピソードを終わりたいと思います。それでは皆さんさようなら。